やっほー、あやでーす。はい、ということでですね、今日は久々に久々の話コーナー意味わかんないんですけど、今回はですね、やっぱ結構私の動画のバズった理由っていうか、やっぱ昔のこういう話、例えば高校生時代の時の話をしてバズったりとか、狼くんの時の話をしてバズったりとか、そういうので結構私をね、知ってもらえるきっかけになったと思うんですけど、今回はじゃあ、ベアうんこしてるわ、ちょっと待ってね。失礼いたしましたということですね、今回その私のこの歴代に残るめちゃめちゃ面白いエピソードがあるんですね。今回はそれを話していこうと思います。これはですね、いつの話だろう、19歳ぐらいの時かな。まあ本当に結構最近の話なんですけど、私スノボーに行ってたんですね。地元の子、女の子2人、男の子3人で、スノボーに行ってたんですよ。んで、まあ私、人生初めてで、友達と、この友達のみんなで車で行くみたいな、すっごい楽しみで、でもウキウキしながらこうね、スノボーに向かってたんですね。で、まあ普通にスノボーをして、で、そこの宿に温泉があるのね。まあお風呂入って、で、まあ出て、で、まあ普通に着替えたのね。で、こう、体拭いてて、それで、なんか自分の荷物少ないなと思ったの。んで、あやのウェアがなかったのね。ウェアもなくて。で、あれ？ウェアないのはおかしいと思って、こん中の誰かにワンチャン盗まれたと思ったの。結構ガチで。どうしようと思って。で、結構おばあちゃん、本当に結構年配の方なんだけど、その人がめっちゃあやとそっくりな、もう真っ黄色のズボンを履いてたの。で、と思って、こんな堂々と盗むやつ人いないよなと思って、いや、さすがにこのおばあちゃんが盗んだなんて、これ私のじゃないですかっていうなんて、もう絶対失礼じゃん、もう絶対聞けないと思って、でも本当にめちゃめちゃ似てたの、私のやつと。友達に、あれ、あやのズボンじゃないよねみたいな。私、ウェアないんだけどさ、みたいな。あのおばあちゃん、まさか盗んだか間違えてないよねみたいなって、さすがにないでしょみたいな。さすがにウェア、間違えるはないっしょみたいになって、いや、そうだよねって言って、まあ一回髪の毛とか乾かして、でも、外出ようとしたら、もう全部がなかったの。もう全部がなくて、下着も、もう全部なくてね。で、みたいな。待って、下着もないんだけど、みたいになって。どういうことってなんじゃん、普通に。やばい、みたいな。で、隣見たらおばあちゃんが、んーみたいな、なんかすごい、なんか、んーみたいなやってて、で、まさかじゃないよなーと思って、おばあちゃんが、まあ、盗んだって思ったら申し訳ないけど、ワンちゃん盗んだって思ったのね。で、それで、でも、これ私のじゃないですかねみたいな聞けないじゃん。で、聞けずにずっと、どうしようどうしようどうしようみたいになって。で、そしたら、おばあちゃんからね、あれ？私何か間違えてる？みたいな。あなたのやつなんか間違えちゃってるかしらみたいな言われて、で、あ、来たと思って、あ、そのウェアは私のじゃないですかねみたいな。わかんないんですけど、ちょっと、私の、ぽいんですよねみたいな。私のと似てるんですよねみたいな。あら、やだみたいな。間違えちゃった、ごめんなさいみたいな言われて。あ、全然みたいな。で、あ、間違えちゃったんだと思って。まあまあまあ。あ、全然大丈夫ですみたいな言って、こう、脱ぐじゃん。で、それで、私まだなんか間違えてるみたいな言われて。いや、でも下着とかも全部なくて、みたいな。超極端。ヒートテックとかも全部なかったのね。で、ヒートテックとか、下着も全部ないんですけど、みたいな。なんか袋ごと間違えてるとかじゃないですよねみたいな。で、なんか、宿行ったらさ、なんか袋みたいなもらえるじゃん。わかる？なんか防水みたいなやつ。その中に全部下着とか入れてたのね。だからそれごと全部間違えちゃったのかと思って、袋とか間違えてる可能性とかないですかねみたいな聞いて。であら、やだみたいな。でも、袋の中に何も入ってないのね。で、あれみたいな。どこだったんだろうみたいな言って、でも私この袋の中に全部入れたんですよねみたいな。で、それで、あ、そうなのみたいな。あら、私なんか間違えてるかなみたいな。下着着ちゃってないかしらみたいな言って、こうやって見せてきたの、下着とか。みたいな。見せてくんのと思って。で、みたいな。ちょっとわかんないんですけど、みたいな。あら、やだ、みたいな言って、このさ、浴衣みたいな、なんかさ、あるじゃん、その宿のね。で、その浴衣みたいなこう、おばあちゃんこうやって脱いだ瞬間、衝撃の出来事なんです、これ。なんてことでしょう。こうやってバッて脱ぐじゃん。そしたら、上下ヒートテックあるんだけど、ヒートテックをこう着た上に、私の下着を着てたんですね。こんなことあると思って。おばあちゃんが下着の、このヒートテックの上から下着を着てんの。ブラもパンツも全部履いてるのね。どういうことと思って。思わず笑っちゃって。みたいな。どういうことですかみたいな。あら、やだ、これ全部あなたのみたいな言われて。全部私のですって言って。で、それで、と思って。あら、やだ、ごめんなさい。
ないみたいな。私もしかもそのパンツがなんかちょっとティーバッグっぽいやつが入ってたのね。だからおばあちゃんが若者のその下着、結構ちゃんとした下着をヒートテックの上から着てんのね。普通にやばいじゃん。想像しただけでやばいじゃん。いや、生で見てる方がやばいからね、シンプルに。みたいな。やばーと思って、あ、全然大丈夫ですみたいな。でも全然大丈夫って言うしかないじゃん。あ、全然間違えちゃ、どうやって間違えたんだろうと思ったけど正直。あ、全然大丈夫ですみたいな言って、もうおばあちゃんがこう脱ぐわけよ。で、その下着とかはさ、結構1日履いたやつだからさ、もう使用済みパンツなわけよ。なんかおばあちゃんもさ、腹履いちゃったごめんなさいみたいな。匂い大丈夫かしらとか言って、匂い嗅ぐのね。いや、待って待って。それ私の方が期間長いからと思って、履いてる期間がね。やめて匂い嗅がないでと思って、あ、大丈夫大丈夫大丈夫って言ってすぐ回収して、ヒートテックを脱いだら、またおばあちゃんがその下からヒートテック着てたの。えと思って。あの、このヒートテックあなたのじゃないよねみたいな。あ、私のじゃないですって思って。すごい着込んでたじゃんと思って。その後、なんかそのおばあちゃんの娘みたいな。40歳ぐらいのおばさんみたいなのが来て、ボケちゃって来てるから、なんか、ごめんなさいみたいな、ほんとごめんなさいみたいに言ってて、で、それ、あ、全然大丈夫ですみたいになったんだけど、もうそれがね、もう本当に衝撃エピソードすぎて、で、これをスノボー行った1週間後ぐらいにストーリーで載せたのね。で、それでもうすっごい大繁盛だったもん。マジで面白いみたいな。マジで面白いってなって、まあ、こう動画で話したことがなかったから、まあ、話してみました。多分ね、知ってる人は知ってると思うんだよね。私のストーリーとか、昔から私のことをフォローしてくれて、本当に私も、フォロワー8万とか、7万とか、そんくらいの時の、あれ、載せてたやつだから、知ってる人は知ってると思うんだけど、まあ、こういう出来事があったんですね。で、私はもう、面白いって言ったら申し訳ないんだけど、もう本当に、このエピソードが衝撃すぎて、もうおばあちゃんのあの姿が忘れられないの。わかる？だってさ、ヒートテックの上にさ、下着着てんだよ。可愛めのね。結構可愛い感じの。あ、それがもう衝撃すぎて、忘れられなくて、これはいつか絶対にもう動画で話したいと思ってて、で、もうやっとこう話したんですけど、で、なんか、自粛期間とかない時に、まあ、またなんか友達と旅行に行ったのね。で、普通に温泉入ったんだけど、で、普通にこう、頭洗ってたのね。で、それ友達が、待ってやばいみたいな。待ってやばいんだけどって言い始めて、一回ちょっと冷静になろうみたいな言い始めて、え、何何みたいな。え、何なのみたいな言ったら、右上見てみたいな言われて、こう、右上を見たのね。そしてもう、本当に、気づかないレベルの、でっかいガが止まったの。ガチでかい、本当に、ガチこんくらい。本当こんくらいの、でかいガが止まってて、で、あや、普通なんだオブジェみたいななんか、飾りだと思ってたのね。その、ホテルの、なんか、マークみたいな。ホテルのマークだと思ってたの。その、ホテルでかすぎて、なんか、なんていうの、学校で言うと、学校のマークがさ、真ん中にドンって飾ってあるじゃん。そんな感じのやつだと思ってて、え？みたいな。だってこれ、本物の画だったのみたいになって、やばいやばいやばいって待って、全裸でこう走って、全裸でこうなって、やばいやばいどうしようってなって、もうめっちゃもうでかい画がありましたっていう話がありました。ということですね。これもまた宿の話なんだけど、まあ、その、仲いい先輩とね、旅行に行ってたの。で、それコース料理みたいな感じだったんだけど、そのさ、なんかメニューみたいなの書いてあって、なんか最初のこの、ここら辺になんかちっちゃい、なんかおチョコみたいな中に、なんか白ワインみたいな感じのやつが入ってて、で、その中、なんかメニューも、なんとかの、ワインかなんか、ワインみたいな、なんか、そんな感じで書いてあったのね。で、それで、あ、これお酒なんだと思って、でもあやその時まだ、もうそろ20歳ぐらいだったのね。だから、あ、お酒だと思って、どうしようと思って、しかも白ワインみたいな感じで書いてあったから、絶対飲めないなと思ったけど、先輩が最初にこうグッて言ったの。待ってみたいな。ガチやばい、これ。ガチで美味しいみたいな。本当にこれ、お酒じゃないみたいな。で、え？みたいな。絶対仲間ちも飲めるみたいな言われて。で、それで、え、じゃあちょっと一杯飲みますって言って、こう飲んだの。本当に、もうね、こんなにも美味しい日本酒みたいな、あんのと思って、マジ、めっちゃもう衝撃だったのね。もう本当に高いところって、こんなにもお酒が美味しいんだって、そこで学んだの。ね、それで、最後になんか、そのご飯食べ終わって、なんかロビーみたいなところで、そのお酒とか飲み物が飲み放題みたいなやつが、なんか時間制であるから行ってみてくださいみたいに言われて、ね、そこに行ったら、そのまたその白ワインみたいなやつが置いてあったの。ね、え、置いてあるみたいな。ちょっとこれ本当にジュース並みに美味しいみたいになってこう飲んでたのね、結構。で、それで、やばいみたいな。全然なんか、でも酔っ払わないよねみたいな。なんか美味しすぎて、でも顔とかちょっと浅くなってるなみたいな。で、それで、でもちょっと酔っ払ってきてるのかなみたいな。先輩と話してたの。で、それで、
そのお酒が美味しすぎて、ね、買いたいってなったのね。でそれでちょっとこのお酒ちょっと美味しすぎるわみたいな、度数が分かってなかったのね。そのアルコール度数みたいな、どんくらい入ってんだろうみたいな、すいませんこれってアルコール度数どんくらいなんですかみたいな聞いたら、あこれソフトドリンクですえこれあれアルコール入ってなくてみたいな、なんか柿、その、 あのフルーツの柿の柿のその柿酢みたいなのが入ってて、もう本当にフルーツジュースみたいなでこれお酒一切入ってなくてみたいな、あのジュースなんでみたいな、ここの名産なんですよみたいに言われて、もう先輩って恥ずかしくなっちゃって、ちょっと酔っ払ってきたかもねとか言ってんのに、もう一回全部ただのソフトドリンクだったのそれ、みたいになって、あのちょっと恥ずかしくなってその場からすぐ逃げました。やばくない？お酒だと思ってさ、ここ飲んでてさ、でもなんか本当に飲みやすすぎて、なんかこれ本当にみたいな、お酒なのみたいな感じで思ってた、まさかのソフトドリンクっていうすごく恥ずかしいエピソードを持ってまーす。ってことなので、あの結果的にこれ私お酒飲んでないことになるのでね、あの法律的には全然大丈夫なんで、はい、あのお酒は飲んでないです。だってソフトドリンクだったんだもんなんかでも先輩とかも結構、先輩もそのお酒が好きな人だったのね。だから本当に日本酒とか美味しいお酒に出会うと本当に、あこれがお酒だってなるって言われて、もう日本酒とかも本当に美味しいやつ本当にスッて飲めるから本当美味しいんだよねみたいな、だから仲間にも二十歳になったらもう飲ませてあげたいみたいな言われて、いやもうぜひ飲みたいですみたいな、あのお酒とか前は結構好きじゃないのね割と、だから飲めるようになりたいですみたいになって、それで待ってこの日本酒はマジで今まで出会った中で一番やばいだから先輩も言ってたのね先輩が一番恥ずいよねっていうかこの日本酒マジやばいわみたいな、しかもさなんか置き方もおかしいんだよ、ね、だってさこの日本酒なんか本当におちょこみたいなやつでさ、最初の一杯でお召し上がりくださいみたいなのが書いてあってさ、こうなんかもう本当にお酒みたいな感じで置いてあるからさ、それお酒だと思うよねと思って、だから私はなんかこうやってね、いつも海外旅行に行って、こう海外旅行であったエピソードとか話してたと思うんだけど、海外旅行とかできなくなっちゃったから、国内旅行をそのコロナの自粛要請が出る前とかは、まあ、ちょこちょこ行ってたんだけど、なんかさ田舎が私めっちゃ好きなんだよ。やっぱ東京生まれの子は分かると思うんだけどさ、東京住んでるとやっぱさ田舎が恋しくなるんだよね。その山見えるだけで興奮みたいな。うわなんかさこういうさ国内旅行とか話してたらさ、私さあの彼氏と国内旅行とかその旅行に行ったことがないので、うわ一気に彼氏欲しくなかった、なんしちゃった、だる友達のストーリーとかでさ彼氏とさ国内旅行とか行ってるストーリーとか見るとさ、なんか浴衣でさいるじゃん二人とも、なんかエロって思うんだよね、わかる？なんかそのエロエモ写真とか撮りたいんだけど、その二人でその浴衣着てフィルムカメラとかで写真撮り合いたい。うわっだるっ、マジで羨ましくなってきた。まあ私あの予言的に3月22日にあの彼氏できる予定だから、まあそれまでにできればまあまだ許せれます。はい、あのなのでまだね3月22日までぜひ彼氏募集中ですとか、あの3月22日以降私が彼氏できてるかもしれないので皆さんお気をつけください。もう早めに連絡待ってます。やっぱこうさ結構フォロワーとかも増えてさ、YouTube とか見てくれてる人も多くなったと思うんだけどさ、なかなかなんかデートの誘いとか来ないんだよね。なんでだろう。でもこのキャラだからそりゃそうか。辛い、もう やめよっかな、もうこのキャラマジで。モテキャラとかで行こうかな、みたいな。絶対嘘です。本当にやめます。それ、モテキャラだけはマジで私が一番、許してないので、私自身が一番許してないので、絶対にモテキャラには。あの、モテることはいいと思うんだけど、モテキャラだけはちょっと控えさせていただきます。すいません。モテることは全然、大丈夫なんですけど。はい、ということでね、こんな感じで私の、面白かった。私自身が、すごい、このお気に入りの話なんだよね、結構。はい、話せてね、よかったなと思っております。ということで、終わりまーす。ペアちゃんはね、マンコカイカイしてると終わらせていただきます。ということで、バイバーイ。